こいつの後頭部ペシーンってやったら気持ちいいやろな、さぞかしいということでね、やっていきましょうか。ブルーコースでございます。いや、おっそ、やっぱね、ジルーと比べると遅いっすね。ね、いやー、まあ2013年、この辺りは異常なし。 10年前にもちだ。2023年がね、まあ始まってね、仕事も始まって、まあいろいろと大変ですよ、ほんと。まあ覚えなきゃいけないことがいっぱいあったりするからね。で、ここは、よいしょ。まあ、前回ね、まあ、ジルパートが一旦、まあ、区切りがいいところまで来て、で、ね、まあ、カルロスが始まってきて、このタイミングで、まあ、ちょっと年始にね、一体あれは何だ？ようやくね、あれを見たんですよ。Welcome to Raccoon City ね、バイオ3が、今なんか歩いてなかった？ゾンビの仕業じゃない。そうそう、バイオ。で、ここから逃げたのか。あ、こっち来てるね。来てた。ちょっと待ってね。すごい、これなんか感度良すぎるな。ちょっと待ちよ。オプション。オレンジ色で表示されてます。違う。カメラの通常時、構え時が、ちょっともうちょっと遅くてもいいよねっていう感じかな。あと、あ、マウスか。マウスの感度がめちゃくちゃいいんだな。すいません。こういうのはプレイする前にやっときよっていう感じ。ちょっとマシになったか。いや、わかんないな。走ってきたし。おーおーおー。ここに出てくるんだっけ。あ、ちょ。ここでも出てくるのか。ちょっと待って。これ終わった。やばい。油断したわ、完全に。お亡くなりになってくださいよ。ちょっと待って、ご褒美プレイ、まさかの You are dead。 動いてる。あら、筋肉ムッチョでございますね。おお、マジで。あ、へえ、そっか、これ難易度上げてっから、そういえばそうだったね。しまった、早速やらかしたわ。はい、こんにちは、ブルーホースで、こいつの頭、ペッシンってやりたい。違う。そうじゃねえんだよ。実はプレイ自体は、結構久々っていうね。あ、回復アイテムがそもそもねえんだ。鉄壁つけてっけるためっていうね。あ、どうしよう、使いたいけど、悩ましいところですね。ここまで使わずにやってきたからね。いや、そうだよね。使うなって顔してるよね。そうや、わかった。使わない。頑張る。カーナーで頑張ってやっていくよ。ハーブ取ったけど、まあいっか。じゃあもう一回。あれ、なんか見たことある映像だぞ。下がビロンビロン伸びている。長いお付き合いっていうね。一体あれは何だ。さて、人間のゾンビの仕業じゃない。ちょっと待って、普通に歩いてんじゃん。普通に歩いてるのが、これもじゃあ入ってくんのかな。待ってたとしたら、とりあえずここでなんかね、ドドドドドドドやってんだけど、これ待ってたら実は来てるとか。でもこっちからもすでに向かってきてんだもんね。出ましか。あ、でも来ないな。来ない。来てる。はい、来てはない。じゃあもうこれあれだね、バリンって入ってくるんで。おお、ちょっと待って。お前もいるんかい。いろいろとびっくりポイントが多すぎて、全然あれだね、ウェルカムトゥラクーンシティの話をする余裕がないでゴンスって感じだね。これ入ってくるんだよね。入ってきたね。ららら、通常ゾンビくらいだったらまあなんとかなるっしょっていうね。これしかも武器変えなきゃいけないんだよね。そっか。パン、あれ、あれ今なんかパンチしたけど、カウンターをするようなあれはなかったっすよね。これちなみに、いるね。
ちょ待って、閉まってるじゃん、やばいじゃん。大丈夫？え？いる？おお。あ、まあ、やばいやばい。ほら。よしよしよし、OK、OK、OK。大歓迎、ご苦労なかった。他にゾンちゃんはいないと。でこっからまた確かゾンビが出てくるのか、もしくは、あ、めっちゃあれじゃん、火の海になってる。アサルト、え、タイネル、聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か、わかった。そうなんです、未知の何かがいるのかもしれない。未知との遭遇、遭遇未知、未知、未知、未知。え、ちょっと待って、これで開けるじゃん。ここのゾンちゃんたちは、あー、いっぱい起きてらっしゃる。これ逆に来てもらった方が良さげ。見えてないところにもゾンビいたよね、今ね。逆に入ってきてもらおうか。 Welcome to Carlos Gone。 来ない、急に来るっていうこと考えられるもんね。来ないか、来ないか、来ない、来る、来ない、来ない。オッケー、だからお前は生きて、お前の方か、お前の方か、お前も生きてた。やばいやばい、後ろから来てる、後ろから来てるから。おだよね、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 危ない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 。これギリギリの、ギリギリの戦い。あ、おし、あ、ちょっとめちゃくちゃいるわ。数半端なくいるわ。おし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 。そう、ウェルカムトゥーラクーンシティのね、あれを見たんすよ。そう、だからいつもやっているゾンビの配置と違うから結構緊張してるね。うん。で、それはいいんだけど、やっぱ、あれだね。これまで見てきたのと、あ、なんだろう。ほら、ものすごいその、評価が低かったんすよ。映画の評価が。なんか、Yahoo の映画評論かなんかで、2.6 とかだったかな。なかなか2くらいを見るのってあんまないから、うん。さすがにひどいなって思ったよね。わかんだよ。なんかウェルカムってことが多いな。あれ？ああ、ようこそ、レオ。素晴らしい初日だっただろう。やった。これと、違う違う、使わないよ。組み合わせて、OK。噛まれてなかったっけ、さっきね。で、ここには、あ、ゾンビいないのか。OK。で、これが確か一緒だったと思うから、9、15、2とかだったっけ。あ、違う違う、7か。そうだね、OK。まあ、これをね、拾っておくことによって、まあ、クレアとね、あのレオンがね、新しい武器を手に入れることができなくなっちゃうっていう残念なオチだったりするわけなんですが。おー、お前またいたのかな、ようこそ。これがまた撃つなんてやばいよな、今更。これで上はいな、ん、あー、シャンデリアか。てっきりあのぶら下がってるやつも、プラン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 。ここでも一応セーブができるんだね。オッケー。うん、カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。ああ、それはあれだね。あの、違う、何だっけ、ゼロってゲームだったっけかなんかだったよね。確かね。レッドハーブ。ああ、そうか、グリーンハーブが上にあるからか。どうしよっかな。とりあえず、これをこっちに持ってきといて、まだ、まあ一応アイテムスペースだけ開けとく。ね。これはいらない。こいつは一応いる。そうだな。とっさにね、スペースを押すっていうことができないからね。で、いつ出てきたっけなぁ。ここにゾンビたちは？ガルドス、ああ。スターズオフィスはその先だ。了解。でも行けないから、まず上行かなきゃいけないよね。こいつ生きてんじゃねえか。ですよねー。ハゲチャビン。うん。なんかもう、一個一個の演出がさ、ねえ、怖いですね。もう、なんていうの？あれになってるからさ。あ、ここは、そうか、開いてないのか。で、ここ開ける、あ、ECM だったっけ？開けれるんか？あ、でもいらない。
まあ、取っちゃったし。あ、ハブ、オッケー。ほんで、こいつ。で、ここ戻るときになんか出てきたりとかっていうのはないのか。リッカーがいたんだけどな。リッカーが出てくるとか、そういうオチはないかな。大丈夫かな。こっちにアイテムは特にない。ちくしょう。塞がってやがる。そんなところでセリフがあったんだ。うん、全然ウェルカムトゥーラクーンシティの話ができない。うん。まあ、一つ思ったのは、もうとにかく一個一個の演出がだるい。あの、すごいね、長いし、クリスがなんかさ、暗闇の世界の中でさ、ゾンビと戦うシーンあったじゃないですか。あれなんかもクソ長えし、なんか、めんどくせえなってめちゃくちゃ思ったよね。で、これめっちゃ近づいてくるし、どうしよっかなぁ。一撃じゃ倒せないもんね。一撃じゃ倒せないというか。おらららららら。あ、ちょっと、ちょ、痛い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 。よいしょ。あ、黒点な。あ、ほんで帰ってった。すったるい。あんな近づいて来られたらね、それは無理だっていうね。走ったけど。おー、また近いな、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 近いな。で、こっちに入っておきつつの、おらら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 。お、まだいる？来ない？くそ。音には揺られん。ほらほら。まあ、そんな遠慮せずにさ。おー、ちょっと待って、遠慮してて。それはちょっと遠慮してください。遠慮してください。危ない危ない危ない。それは遠慮しなきゃダメっすよ。ダメ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 。おーおーおお、あれ こんなに苦労するあれだったのか。まったく。しましょう。おーおーおーおおお。あ、いてていてて。もうこうなったらタイマー発表。おら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 。ちょ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 。あ、これあれなんだ。そっか、カウンター技にならないのか。しまった。パンチ。甘いわ。よし、オッケー。あー、危ねえ危ねえ。あ、でももうコーションか。もうすでにやばい。ちょ、待って待って。お前動かなかったか。気のせいか。うん。ちょっと奥にいるね。こいつは起き上がってきてる。オッケー。109。こっち側にはいないの。よし。で、109。え、あ、違う。106。なんか今日ダメだ。全然、あの、心に余裕がない。ごめんなさいね。10、何だったっけな。4とか。あ、いけたね。よしよしよし。これを取ったら確か、ちょっと待って、前回パートで死んだはずの、ほら入ってくんだよ。あ、ちょっと待って、あ、3回6か。あ、入っといて。ポスターボーイ、ポスターボーイ、ポスターボーイ、ポ、あ、ポスボー、ポスボー、だけやたらえぐいな。あれ、あれ、ちょっと待って、ポスターボーイのポスターズキーが取れないぞ。もう一回出てくる、もしかしてポスターボーイ。まあいいや。んで、あれ、ポスターボーイって2度死ぬじゃなくて3度死ぬんだろ。こんな狭いところに急に出てこないよね。ここでこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。はーい、了解。お待ちしております。で、レッドは開けられない。で、ここは CAP だよね。あれ、じゃあ最後どこに出てくるんだろう。あそこで死んだとってだよね。あ、先行終了だ。あっす。まあ、とりあえずじゃあ行っとくか。で、一個問題は、あ、お、あ、ここで組み合わせられないの。よいしょ。組み合わせ。で、これをセッツ。
不急な運指。急げ。ウェスカーサングラスかけてないし、エイダクソブサイクだし、まさかのクレア、クレ、じゃあクレアじゃねえや、レオン、レオンとジルは黒人だし、まあ、なんとなくこうゲームに忠実だっていうのはいいのかもしれないけど、全くリサ・テルバーさ、なんだろうな、リサ・トレバーのそのなんか存在の意義がなかったって感じだね。あ、なんかこうクレアが出ていくまでしれっと、そう、慌てるな、順番だ。あ、はい。おお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 お、なんかおかしいぞ、なんかおかしいぞ、生きてるね、死んだかですよね。こういう血が待ってんのかよ。体貫通してるし、そっか、もう超久々だから全然覚えてねえわ。あれ、カルロス編ってまだあったっけ。後ろから来てるとかそういうオチはないよね。おお、ちょっと待って。おお、危ねえ。どうしようかな、どうしようかな。あ、ちょっと待って。恐ろしいことが起こってる。恐ろしいことが起こってる。ダイナミック入店、ようこそ。オッケー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 。え、もう一体どうなってる。あ、ちょっと待って、生きてんの、しれっと生きてる。おお、あ、ちょっと待って。おお、ちょっと待って、ちょ、9番タイム。あ、9番タイム、やばい。おやすみなさい。ほっ、暴れ散らかしてる間に、お邪魔します。あっ、ぶね。おお、これで終わりかな。危な、こんなに危なかったんだ。しれっとさ、このシーンが終わった後戻ろうとするところがあるけど、てか こんなカオスな状況の中、タイレル向かってこようとしてるけど大丈夫。あ、可愛いワンちゃんが左側にいる。まだ博士。あー、なんとか喋ることができるようになった。もうほんと余裕ができたよね。あ、もうやっと繋がってかって。私が何か呼び出したか分かってるのか。まあ何度でも呼び出していただけたらというふうに思いますんで、ヘイズ、今どこだ。ヘイ病院から出られないでいる。あたりは化け物ばかりで身動きができない。そうなんです。あ、いや、あのね、警察署もね、化け物だらけでしてね、なんかあのタコ吸盤明石焼きがね、こっちをね、吸い付いてくるっていうところがあるんでね。なら何か策を考えろ。いや、そんなこと言っても、アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。おお、しれっと入ってきた。大丈夫だった。あの、ちょっととんでもないやつを3体ほど、あの、ね、残しっぱなしにしたんですけど。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。いや、そんなこと、ああ、面白いやつだ。そう、面白いやつなんだよな。バーッ。それよりバードある意味で急にこうなんか今まで消されるんじゃキャラをね。あ、でも俺らのミッションつづまが合わないかと従うしかない。別にバードの俺は PC でバードの居場所を調べてみる。必要ないわ。あんま関係なくないとかと思ったけどね。そしてもう圧倒的こう誰も入ってくることのできないサンクチュアリのね、結局捕まえることができなかったっていうね。そうなんだよね。え、なんかあれかな、あずかしまった、ここで手に入んのかよ。じゃあダメじゃん。じゃあキュッキュスプレイのアイテム、アイテムはでもね、ジルを運び込んだ後にしれっといけるから問題がないんじゃないかなって思うんで、これは読める。領感事件についての報告書、生物兵器、特に何もないで写真を見る。前列にいるのはジルか。この中にいるジルは黒人じゃないか。うん、で、なんか レオンが無駄になんか幹部の息子でなんかもみ消してもらったみたいな、なんかそういう設定があったとかね。そのめちゃくちゃどうでもいいとかって思ったりするもんね。こんなところかな。いいね、まだまだいけるな。どう、これだ、今頃ビクンビクンしてるね。ダーツがビクンビクンしてるらしい。よし、オッケー。じゃあ、ここまでかな。回復アイテムだけはちょっと、ね、持ってっておかないといけないよね。よし、じゃあこのまま次進んでいきましょうって思うじゃんっていうね。ああ、どうした？出す。
戦した？怪我人は？ジルか。おい、マジか。アイコンタクトだけで、そうよ、なんだ、そうだっていうことをこう知らせることができるっていうね。ジル、何があった？あー、何があった？ジル、答えろ！無理。悪い、行かなきゃ。分かった。大丈夫、大丈夫。まだいると思う。ラストもあるか。意外とタイレルがしれっと全員倒しといてくれてたっていうオチなのかな。さあ、これ何分前の話としてあれなのかな。あれ、あ、出た出た、数分パス。なるほど、そこはあえてぼかしておくっていうスタイルなのね。さあ皆さん、巨乳パイパイが戻ってきましたよ。好きでしょ。どう、これで一人だけ生きてたな。まさかって、後ろの車たちみんな死んでたもんね。だって運転手誰だよ。よくよく考えたら運転手誰っていう話やな。よし、じゃあ行きましょうか。こっちでも同じ武器をね、持ってるんでね。救急スプレー。お腹を抱えてずんずんずん。ね、そう、運転手は多分、まあ、なんかどっかちょっとしれっと突っ込んでってるんだな、ね。ああ、揺れる。なんかこう ベルトって言ったらいいのかな、あれできちんと支えてるって感じなんですけど、揺れても痛くないようにっていう。アイテムは特にないかな。カルロス、聞こえる？カルロス。そうなんだよな、ここら辺の武器ちゃんと取っとかないといけないんだよな。通じない。よいしょ。で、グルネードランチ、グルネードランチ、マインスローのランチ、こっちも、あ、救急スプレーで、マインスロアの、あ、違う、マインスロアのランチ。どうしよっかな、まあ、ジル編はなんとかやっていくってところにしようか。まあ、これはいらないし、まあ、ロケランね、ぶちかましてやっていきたいところなんだけどね。セミオートバレル、ロングマガジン。なんかしれっとショットガンの武器はあるんだな。何と何を組み合わせたらいいかとかっていうのが分かったり、分かんなかったりするんだよね。まあ、とりあえずこいつはワインスロワーでやって、まあ、とりあえず次のボスくらいをやってみっか。うん、よし、じゃなくて、ちょ、で、これ弾どうやって入れくるの？あ、いいか。オッケー、いい。で、逆に言うと焼夷弾はいらないから、焼夷弾相手使ってみる？いや、でも、なんかそう、それはもったいないな。よし、じゃあね、一旦ね、ちょっとグダグダになっちゃったんですけれども、まあ、トークもグダグダだったしね、なんかちょっと、若干ね、一週間ぶりくらいにやったんで、そう、だから実は、年明けに上げてる作品たちっていうのがね、実はしれっと、年内にやったやつだったっていうね。ちょっと待ってね。ああ、じゃあね、一旦ね、ここで終わりにしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録をなくと思ったらよろしくお願いします。そして、おくらばせながら、今年もよろしく。ではまた。